信じようと信じまいと。東京都渋谷区井の頭通り付近に決して開かないマンホールがある。その厳重さはマンホールの内部に鉛を注入してあるほどである。そしてそのマンホールの内側から何か物音を聞いた者もいるそうだ。その地下には下水もガス管も地下鉄も存在していない。一体何に蓋をしているのだろうか。信じようと信じまいと。南アフリカのある地方に動く人形があるという。イギリス人記者がそれがある祠に行ったところ、突っ立ったままで動こうとしない。そのことを現地人に報告すると、彼らは一気に青ざめた。その人形は座っているはずだと。記者がそこに戻ると、人形は座ったままで微笑んでいた。信じようと信じまいと。ヨハネ・パウロ一世、フリーメイソンと癒着し、腐敗したバチカンを改革するべく法王となったが、在位わずか33日間で死去。朝ベッドで横になったまま死んでいるのを発見されることになった。以前の健康状態に全く問題はなく、前日も健康そのものの状態。しかしバチカンはなぜか解剖を行わず、血液を一滴でも取ることを許さなかった。そしてなぜかその死が発覚する30分前に葬儀屋が呼ばれたという。信じようと信じまいと。乗客を乗せていたら突然消えてしまったというタクシー階段。これはその元となった実話。恋人を殺害し、白ヶ湖という湖に捨てた男が車で帰宅途中に悪臭。トランクの中に死体が入っていた。恐ろしくなってもう一度捨てに行くと、今度は自宅に死体があったという。男は恐怖して自供。管理人の話によれば、男はその日外には出ていないという。夢でも見たのだろうか、それとも。信じようと信じまいと。ロンドンで5年間行方不明だった男が当時の格好のまま発見された。その男の話によると、男は2階建ての建物のエレベーターに3階のボタンがあるのを発見した。そして好奇心からそのボタンを押して外に出ると、5年が経過していたという。そのビルは男が消えてから5年間の間に3階に建て増しされていた。信じようと信じまいと。メキシコのファルカッチェという町の近くに森と呼ばれる林がある。半分ほど枯れた木が12本しか並んでいないのだが、町の住人は随分と昔から森と呼んでいた。そして絶対に一人で森に入ってはならないとも。12本の木々の中に迷い込み、二度と出ることができないのだという。信じようと信じまいと。ニューハンプシャー州の片田舎にある牧場に UFO が着陸し、中からナチスドイツの将校が降りてきたそうだ。近くで唖然と見ていた少年に近づくと、100ドル紙幣を渡し、パンを買ってきてくれないかと頼んだらしい。しかし村人たちが警察を呼べと騒ぎ出すと、将校は慌てて UFO に乗り込み、空へと消えていったそうである。少年の手には100ドル紙幣が残されたが、警察に押収され、今も保管庫に眠っているそうだ。信じようと信じまいと。南アフリカのある地方に動く人形があるという。イギリス人記者がそれがある祠に行ったところ、突っ立ったままで動こうとしない。
そのことを現地人に報告すると、彼らは一気に青ざめた。その人形は座っているはずだと。記者がそこに戻ると、人形は座ったままで微笑んでいた。信じようと信じまいと。1998年、イギリスの証券会社のファックスにドイツ語でメッセージが届いた。おめでとう。これは世界で一番最初の記念すべきメッセージです。お早いお返事を。送信してきたのは1843年のドイツからで、調べてみるとさらに驚くべきことが分かった。世界初のファックス送信の1回目が原因不明の失敗に終わっており、これはその時に送られたはずのメッセージなのだという。信じようと信じまいと。私の住む県には有名な心霊スポットがある。そこが有名になった元の事件は何だったのかとネットで調べたところ、70年代に起きた事故が元であるそうな。ふと思い立ち、祖母にその場所にまつわる話はないかと聞くと、あげなとこの話ばすんな、私が若い頃からあっこは意味嫌われとる、と言った。私の祖母は今年で95歳になる。信じようと信じまいと。ヒトラーの暗殺未遂事件のうち2回は爆弾が使われたが、どれも爆発前に気分が悪いなどと言ってその場を離れて難を逃れた。会食中ゲッペルスが予知能力のような幸運ですなと称賛したところ、ヒトラーはそれを否定したという。俺にそっくりな奴が柱の影や窓のそばに立って、こちらをニヤニヤしながら見ていたんだ。精神が不安定だった証拠とされるが、元 SS 隊員の回顧録の中で、もう一人の相当閣下を見た、という記述もあるのである。信じようと信じまいと。ヨハネ・パウロ一世、フリーメイソンと癒着し、腐敗したバチカンを改革するべく法王となったが、在位わずか33日間で死去。朝ベッドで横になったまま死んでいるのを発見されることになった。以前の健康状態に全く問題はなく、前日も健康そのものの状態。しかしバチカンはなぜか解剖を行わず、血液を一滴でも取ることを許さなかった。そしてなぜかその死が発覚する30分前に葬儀屋が呼ばれたという。信じようと信じまいと。1994年、ルーマニアでオズロという男が右目に角膜移植をした。翌年、彼は失踪。彼の家の鏡、ガラス、その他あらゆる反射物は割られ、粉々になっていたという。彼の机から日記が発見された。日記には移植の日を境に、ある言葉が大量に書かれていた。右目が俺を睨んでいる。信じようと信じまいと。乗客を乗せていたら、突然消えてしまったというタクシー階段。これは、その元となった実話。恋人を殺害し、白ヶ湖という湖に捨てた男が、車で帰宅途中に悪臭。トランクの中に死体が入っていた。恐ろしくなってもう一度捨てに行くと、今度は自宅に死体があったという。男は恐怖して自供。管理人の話によれば、男はその日外には出ていないという。夢でも見たのだろうか。それとも。信じようと信じまいと。1986年、岐阜県某市に住む女性から警察に嫌がらせを受けていると通報があった。警官2名が駆けつけたところ、女性は毎日仕事から帰るとドアノブに赤い布が結んであると語った。
300枚ほどの赤い布を証拠として持ち帰った翌日、その女性が失踪し、今も行方不明のまま。当日、女性が赤い布を回収した痕跡はなかったそうである。信じようと信じまいと。ペルー北部のヘライ県チャハマル村には、イザナミの墓と称するものがある。1935年に当地を訪れた日系人が発見し、現在は村のサイトにも紹介されている。彼の調査によれば、村のインディオたちが伝える謎めいた民謡は古代日本語という。村の織物の伝統的衣装も菊花紋だ。誰しも超古代のロマンを感じずにはいられない。信じようと信じまいと。福岡の小学校で同窓会が開かれ、タイムカプセルが掘り起こされた。懐かしい品々の中に一つだけ、誰も入れた記憶のない人形があった。腕に、消えますと一言だけ書かれた紙がくくられており、一緒に埋めていた集合写真の中央付近に、子供の一人分の空間が空いていた。信じようと信じまいと。自衛隊は日本周辺の通信を傍受しているが、不可思議な通信を拾うのもしばしばだ。フィリピン方面から来るその通信を捉えると、部内では将尉さんが来たという。それは旧日本陸軍の暗号を用いて部隊の健在を伝えて連絡と補給を求める内容だ。該当部隊は昭和19年12月、レーテ島で通信を途絶したと戦史には記されている。信じようと信じまいと。警視庁科学捜査研究所の林技官によれば、世に出回る心霊写真になるものの 99% は偽物という。林技官は不慮の死を強いられた犠牲者の無念が漂う事件現場に何度も立ってきた。だから目の錯覚や明確な作り物で死者の霊魂をもてあそぶ商業主義に憤りを感じるという。科捜研では写真が外部に漏れないよう厳重に管理している。信じようと信じまいと。1977年、フランスの海水浴場、人の右手だけが泳いでいるという噂が流れ、海水浴客が何者かに足を引かれ溺れかける事件まで発生した。憂慮した地元観光局の依頼により、漁師がその手の捕獲に成功した。それはなぜかマネキンの左手だったのだが、以降噂は立ち消えた。信じようと信じまいと。1965年頃、スペインの美術館に夜光る黒い絵が展示されていた。展示期間中は夜間公開も行われていたらしいのだが、すぐに取りやめとなった。館内で事故が起きたためとされているが、以降絵が光らなくなった理由も、被害者の行方も、そもそも何の事故だったのかさえ不明のままである。信じようと信じまいと。富山県の山の中で車のタイヤが溝にはまって動けなくなった A 氏は困り果てていた。その時、近くの漁師らしき男性がやってきて、持ち上げてあげましょうと申し出てくれた。男性が声を上げると、森の中から数十人もの人間がぞろぞろと出てきて、車をよいしょよいしょと持ち上げ始めたではないか。 A 氏は車の中でガタガタ震え上がり、溝から抜け出した途端に礼も言わずに猛スピードで走り去ってしまったそうだ。信じようと信じまいと。1874年、地中海沿岸のある小さな町の半分以上の家が破壊された。別の町の人々が調査に行ってみたところ、砕けた家の破片に混じって大量の鉄片が発見された。その数は1000個を超え、総重量は100何トンにも達するという。目撃者は皆口を揃えてこう言う。怒りが降ってきたんだ。たくさんの怒りが。そして空にはたくさんの船が浮かんでいた。
信じようと信じまいと。1992年、20世紀で最も偉大な探検家と呼ばれるトム・ハンクスがアフリカ内部の熱帯雨林へと足を踏み入れた。探検予定期間は3年。しかし予定日になってもトムが帰ってくる気配はない。だが、メキシコのある海岸で彼のものと思われるボトルメールが見つかった。その内容は、世界は広すぎる。我々が知り尽くしたと思っている地上の100分の1も我々には理解できない。できないのだ、TH。信じようと信じまいと。KGB が隠匿してきた情報が近年になって明るみに出ているが、これもそんな事件の一つ。1977年、モスクワの北にあるホトクスという小さな町で何十人分もの白骨死体が発見された。ゴミを埋めるため、裏庭で穴を掘っていた男性が掘り当てたため、この男による猟奇殺人かと思われていた。しかし、鑑定の結果すべて同一人物の骨であることがわかると、KGB が骨をすべて処分し、極秘扱いにしてしまった。信じようと信じまいと。情報公開制度に基づいて、アメリカの UFO 研究家が入手した67年前の公文書がある。真珠湾攻撃が敢行された際、軍とは別に CIA が生存兵たちに対して独自の聞き込み調査をしていたらしい。日本の攻撃機に混じって翼のない葉巻みたいなやつが攻撃してきたという証言があり、日本の秘密兵器かと考えられたのだ。しかし攻撃に参加した日本軍も同様の報告を司令部に入れ、ドイツの新兵器かと確認してきた記録も残っているそうである。信じようと信じまいと。1971年2月、韓国人の J.S. パク博士が研究滞在中のウィーンで失踪した。博士の専門は電磁気学。かつて米国で実用化が模索されたある技術を研究していた。78年頃、東海艦隊所属のフリゲート艦731番艦で行われた極秘の実験が失敗し、兵士たちが悲惨な最期を遂げたという噂が流れたと複数の脱北者が証言している。信じようと信じまいと。共和3年、徳川春盛を藩主とする水戸藩は宇宙人と密かに外交関係を結んでいる。闇戸山中に用地を提供し、引き換えに西洋列強に対抗する科学技術を入手したのだ。だが幕末の水戸藩の内戦によって文書を収めた行動官は消失、記事を知る関係者もほぼ粛清された。軍部業を務めた八尾家に残された闇戸山絵図が唯一の証拠である。信じようと信じまいと。 M さんの兄はひどい経験をした後の5年間部屋から外へ出ない引きこもりだった。兄がゲーム系のサイトを開いており、そこで慕われているのも M さんは知っていた。そんな兄が失踪した。誰も兄の外出を見ておらず、部屋の PC もついたままだった。兄のサイトは今も更新されている。M さんはネットに消えた兄を哀れと思っている。信じようと信じまいと。練馬区のタエさんが学校から帰ると、家にはカズエと名乗る見覚えのない人物がいた。タエさんの姉だという。こんな人知らないと言った彼女を、両親も祖母も兄も笑った。過去の写真にもなぜか和江が写っていた。間取りも変わり、姉の部屋ができていた。姉は親切な人で、タエさんも5年経った今では最初から家族のように思っている。三重県の県庁内に設置された自動販売機には呪われた販売機があるという。と言ってもよく効果を飲み込んでしまう販売機のことなのだが、どうもそれだけではないらしい。飲み込まれた時、返却レバーをガチャガチャと乱暴にいじると
500円玉が返却されるそうだ。その500円玉を使ってしまうと不幸なことが起こるそうだが、20年も前から伝わるこの噂の出どころは不明である。昭和20年7月、福島県会津の山中に米軍のものらしい1機の航空機が墜落した。生き残った乗員3人を村人は鬼畜米英とばかりに殺害、機の残骸は軍が回収した。終戦後、村人は進駐軍に自首して取り調べを受けたが、咎めを受けることはなかった。乗員たちは1メートル20センチほどと小柄で、継ぎ目のない銀色の航空服を着ていたという。1997年ある冬の朝、秋田の寒村で一人の男が除雪車の刃に巻き込まれて凄惨な死体となっているのが見つかった。検視の結果、死因はショックによる心臓麻痺で、死亡時間は発見された早朝午前5時から遡ること4時間の午前1時。運転手は勤務中に被害者の姿を見た覚えはないという。古い呪術的信仰が伝わることで知られる高知県の某神社の裏手に8つの墓がある。昭和20年3月の初め、7日7番にわたる敵国呪詛の祈祷が行われたのだという。7人の男女が犠牲になり、神主も斬死した。間もなく米国大統領急死が伝えられた。昭和60年頃まではこの塚を密かに詣でる政治家や旧軍人の姿も見られたという。東京大学のシンボル安田講堂は1968年から69年の全教頭による籠城で有名だ。だが事件後も講堂を占拠し続けた何者かについて東大百年史は黙して語らない。呪術に頼らざるを得ず、しかも敗北を重ねたことは日本の最高学府の恥部であろう。講堂に改修の手が加えることができるようになるには約20年間の歳月を要した。かつてアラビア湾沿岸に住んでいた遊牧民は部族ごとに厳しい掟を持っていた。ことに凄惨な制裁で知られるムルジム族は、まず違反者の耳をそぎ、次に皮を剥ぐ、ついで眼球をくり抜き、四肢を切断し、原油の自噴する穴の中に投げ込むのである。現在でも時々手足のないそのような死体が採掘管の中で詰まることがある。琵琶湖の中央に沖の白石というものがある。水面から10メートルほど頭を出している大小4つの岩塊だが、これらは水深80メートルの湖底からそびえ立つ巨大な一枚岩である。京都帝大内柳博士による沖の白石は隕石なりとの説は奇跡として退けられたが、この岩をめぐっては調査船の沈没や関係者の急死などの怪事件が多いのも事実だ。幽霊の出現形態は文化ごとに異なる。足がなく人玉を伴うのは日本の幽霊の特徴だ。では異国で死んだ幽霊は出身国式で出るのだろうか、ホスト国式で出るのだろうか。パリ第17大学のルジュール教授が各国からの留学生の幽霊について調べたところ、 40% がフランス式、 35% が出身国式、 25% がその他の様式という結果が出た。アメリカ合衆国が宇宙人と密約を結んでいるというのはよくある話だが、作り話だ。理解困難な技術や現象を宇宙人や霊の存在に従う者の想像の産物に過ぎない。実際に宇宙人と密約を結んでいたのはアフリカ西北部に位置するブルキナファソで、1983年のクーデター以来、宇宙人が大統領を務める地球上唯一の国となっている。1980年代、アメリカの偵察衛星が太平洋北西部で白い円形の物体を発見した。その物体は常に同じ場所に存在しているのだった。アメリカ軍は艦船、航空機、潜水艦で現地に向かったが、目視することもデータを捕捉することもできなかった。海面にあるとすれば直径15メートルほど、
現在 Google マップでも見ることができる。ピアツーピアネットワークの海には人の欲望や狂気を乗せた不可解なものも漂っている。人の顔や幻想的な風景、図形などが映ったぼんやりとした画像データもその一種。ファイルはどれも無題。ヘブライ文字が記された画像もあるのがわずかな手がかり。何かの実験ではないかと噂されている。これらの画像は念写写真によく似ている。ハンドソープで手を洗っていると、いつもより石鹸の匂いがきつく、それに加え悪臭とまではいかないものの、生理的に嫌な場合があることは終わりだろうか。そういう場合はいつもより手が汚れていたのだろう。手の汚れが臭かったわけではない。雑菌の刺繍の濃度が濃くなっただけである。商業捕鯨盛んなりし時代、南氷洋の捕鯨船乗りの間で語り継がれていた忌憚がある。ある一頭のクジラを見かけた船は必ず羅針盤の故障などの災異に見舞われるという。そのクジラを追いかけると何が起こるかは伝えられていない。彼らは帰らなかったから。名作小説にちなみ、モビーディックと呼ばれたクジラは今も生きているかもしれない。国鉄時代、多くの駅に目のいい駅員が配備されていた。視力がいいのではない。普通は見えない黒いもやのようなものを見分けられるのだ。このもやを背負った人は必ずと言っていいほど飛び込み自殺をしようとする。あわやというところで取り押さえて落ち着かせると、やがてなんで死のうなんて思ったんだろうと言い出すのが常であったという。もやが見えるようになる訓練法もあり、香典のように伝わっていたが、 JR になってからその伝統は廃れたようである。私が作りました。それは農産物の生産者と消費者をつなごうとする試みである。長野の山本氏は東京のスーパーで信じがたいものを見た。キャベツに微笑むのは10年前に死んだはずの叔父なのである。慌てて出荷元の農協に問い合わせたが、確かに叔父と名乗る人物から集荷したという。一体キャベツはどこから来たのか。フランス西部のある村には1400年代に巨人が住んでいたという伝承が残されている。巨人が住んでいたと言われる遺跡もあるのだが、どう見ても普通の人間のサイズである。ではなぜ巨人と言われるようになったのか。この村の伝承には次のような描写がある。見上げれば牛より高いであろうか、巨大なる人が不思議そうに見下ろしていたのだ。千代田区永田町の自民党本部ビル、自由民主会館7階には開かずの間がある。壁に囲まれた空間で広さ6畳ほど。外窓にはついたてが立てられており、中は伺えない。理由は不明だが、1966年にビルが竣工した時からこの空間はあったという。本物の福間殿とは某首相経験者が番記者に漏らした言葉。真相は今も闇の中だ。北アルプスを北へ縦走していた久永氏は、天狗池のほとりで一人の登山者とすれ違った。挨拶を交わした後、久永氏は妙な感覚に襲われた。彼は自分によく似ていたようだ。ぞっとした氏はもう一つ大変なことに気づく。いつの間にか南へ歩いていたのだ。氏はロッジに到着するや鏡で自分を確かめたという。山では入れ替わりが稀にある。1962年シリア・アレッポ近郊のベドウィンのテントで三つ目のヤギが生まれた。そのヤギは生まれてすぐに水をくれと喋り、その家族の次男を見てアシュクルと呼びかけ、間もなくして死んだ。実際にはその次男の名前はアフメッドであり、長男の名がアシュクルだった。数年後の夏にアフメッドはアシュクルに刺し殺されたが、その原因は全く不明のままだった。
アシュクル自身すらなぜ弟を殺したのかがわからなかったという。ロシアのある地方都市から著しい出生率の低下による人口減少で地域社会存続の危機にあるとの報告が中央政府になされた。放射能汚染の疑いから調査団が派遣され、住人と環境の調査が行われたが、その過程で出生率低下の驚くべき原因が判明した。住人の9割が出産が生殖行為による結果だということを知らなかったのである。アイルランドである男が何週間も続けて顔も見たことのない女の子の夢を見た。相談した占い師に、お前はその少女に殺されるであろうと予言され、ノイローゼになったその男はある日バス停で夢に出てきたそのままの少女に、私おじさんと夢で会ったよねと声をかけられた。反狂乱になった男は名前も知らない少女をその場で絞め殺した。その咎で男は縛り首になった。1987年5月頃、鳥取県の海岸に無人の古いボートが漂着しているのが発見された。脱北者が乗っていたボートだったらしいが、中に残されていた食料はすべて腐敗していた。ボートからは手帳も発見されており、ハングル文字で途中で遭難したことが記されていたらしい。日付は1980年になっており、最後のページには天までそびえる巨大な灯台が見えた、助かったとだけ書かれていたという。アメリカで訓練飛行中だった戦闘機3機が突如攻撃され墜落した。パイロットは奇跡的に生き残った1人を除いて死亡。レーダーには感知されなかったその物体は UFO や敵国の最新型戦闘機などと噂されたが、生存者は背中に羽を生やした女の子にやられたと語っている。30年前の某日深夜0時、日本近海の離島闇島で原因不明の海底ケーブル切断により大停電が発生。島民全員が島から姿を消すという怪事件が起きた。調査によれば、海底ケーブルは何者かに食いちぎられたように切れていたという。広州滋賀県の八幡に松前屋一兵衛という男がいた。ある晩、女中に明かりを持たせて川屋へ行った一兵衛だが、川屋へ入ったきり忽然と姿を消してしまった。20年後のある日、川屋から「おい」と人が呼ぶ声が聞こえてきた。妻が慌てて戸を開けると、そこには20年前の一兵衛が。記録によると、それからしばらく一兵衛と妻の奇妙な生活が続いたという。多士症をご存知だろうか。名前の通り、指の数が10本以上ある先天性の異常である。このような赤ん坊が生まれた場合、医師はすぐに不要な指を切除する。通常手術は簡単で後も残らない。親に告げず処置を行う医師も多いので、当人も知らないケースがほとんどである。多死症の発生率は案外高い。あなたが生まれた時、片手の指が6本あった可能性は500分の1である。ロンドンで5年間行方不明だった男が当時の格好のまま発見された。その男の話によると、男は2階建ての建物のエレベーターに3階のボタンがあるのを発見した。そして好奇心からそのボタンを押して外に出ると、5年が経過していたという。そのビルは男が消えてから5年間の間に3階に建て増しされていた。乗客を乗せていたら突然消えてしまったというタクシー階段、これはその元となった実話。恋人を殺害し、白ヶ湖という湖に捨てた男が車で帰宅途中に悪臭、トランクの中に死体が入っていた。恐ろしくなってもう一度捨てに行くと、
今度は自宅に死体があったという。男は恐怖して自供。管理人の話によれば、男はその日外には出ていないという。夢でも見たのだろうか、それとも。ヨハネ・パウロ一世、フリーメイソンと癒着し、腐敗したバチカンを改革するべく法王となったが、在位わずか33日間で死去。朝ベッドで横になったまま死んでいるのを発見されることになった。以前の健康状態に全く問題はなく、前日も健康そのものの状態。しかしバチカンはなぜか解剖を行わず、血液を一滴でも取ることを許さなかった。そしてなぜかその死が発覚する30分前に葬儀屋が呼ばれたという。東京都渋谷区井の頭通り付近に決して開かないマンホールがある。その厳重さはマンホールの内部に鉛を注入してあるほどである。そしてそのマンホールの内側から何か物音を聞いた者もいるそうだ。その地下には下水もガス管も地下鉄も存在していない。一体何に蓋をしているのだろうか。